爆賀市は中華人民共和国国立交省大港安寧地区に位置する研究市。中国の最北端に位置する市人民政府中地は西林基地鎮。中国最北端の村、北極村があることで有名。2008年には爆賀古蓮空港が開港している。また、中国最北端の駅である古楽線の月額古駅がある。 内モンゴル自治区にあるフルン港を源流とするアルグン川が内モンゴル自治区の北東部フルンボイル市とロシアザバイカリエ地方モボチャ地区モボチャ市から流れるシルカ、川が本市北西部域で合流しクキしか川はアムール川の右岸支流となるロシアとの国境であり合流地点はフルンボイル市との行政区境でもある 西山公園から幕賀の町を見下ろす1888年、清朝により老公において均衡が発見されたことで、人口が増加。1908年8月5日、幕賀直霊町を幕賀に設置することを決定したが、辺境地域であったため全自整備とされた。1909年、清朝は幕賀僧、館を幕賀に設置、落子が突近公たち、幕賀、 ウスリー、友江じ力、非く、ひたいきなんじ、かいこ、やすし、あらりんを管轄した。そう、かは、翌年6月7日に、地方行政を統括することが定められ、根平微動に属した。中華民国が成立すると、1914年5月8日、爆画設置局が新設され、黒稼道に属した。1917年1月1日、爆画県に昇格試験書は、 爆画街に設置、県域は2行政区に分けられ、株値21、村トンを管轄した。1929年2月の同棲廃止に伴い、国旅交渉の直轄に改められている。1932年、満州国が成立すると、国旅交渉の管轄とされたが、1934年12月には、新設された黒川省に移管されている。 1945年、日本の敗戦と満州国の崩壊により、中華民国が市政権を回復したが、激化した国境内戦により、中国共産党の解放区とされた米県は、国流交渉の管轄とされた。1947年3月には、爆賀県は廃止となり、米県に編入、黒川線区の管轄とされた。1981年5月14日、 米県北部的爆が、公安の二人民公社及び大公安令地区諸葛の阿吟寺、図教、古連の三区を行政区域とする爆画県が再設置され、大公安令地区の管轄とされた。2018年2月、研究史に昇格し爆画史と改変され現在に至る。年平均気温は低く、摂氏5.5度にしかならず、中国で最も寒い地域である。 1>, 1月の平均気温は低、摂氏28.2度で、1969年2月13日には低、摂氏52.3度を記録しており、これは中国国内の最低気温記録である。7月の平均気温は摂氏18.3度、最高気温極地は摂氏39.3度、年間降水量は431.0ミ、mm、リメートルで、ある。下部に6賃を管轄。 爆賀市は、体制上、西基林吉林業局と一体化されており、政府と企業が統合された形式となっている。市内には3個の中央直属の林業企業、西基林吉林業局、図教林業局、阿木寺林業局があり、さらに古連カワススコート爆が発電所という2個の大型企業がある。爆賀駅、ありがとうございます。